はい、どうもズテッコです。今回ももっと紹介やっていこうと思います。タロットカード、このモッドを入れると宝箱にタロットカードが入っていることがあります。タロットカードは効果がランダムに現れるカードです。このカードは持っているだけで村の英雄がつきます。他にはストレングス、攻撃力が上がったり、暗視がついたりします。右クリックすることで効果を消すことができます。タロットカードはスロットを圧迫するので、タロットデッキっていうアイテムがあります。このアイテムの中にタロットカードを入れることでアイテムがかさばらなくなります。このカードはキュリオススロットに対応しているので、キュリオススロットに入れることができます。これでかさばらなくなりますね。いかがでしょうか。効果はいろいろあって面白いので入れてみてもいいかもしれませんね。というわけで、さよなら、さよなら、さよなら、また次回。じゃあ。